ね入れに行くのかって言ったらね、鳥越さんにね入れたいから出ていくって言うんですね。本当にね、そういう風にやっぱりね、なんでね、なんでじゃあ鳥越さんに入れたいのって聞きました。そしたらね、鳥越さんはね逆境を知っている。庶民のためにはできるだけお金を使わない、でも大企業には大盤振る舞い、これが増田さんや小池さんが目指す個性です。もう飽き飽きなんですよ、こんな政治は。僕らの将来はこんなにも不透明なのに、庶民の生活はどんどん苦しくなっていくのに、なんで大企業は市場空前の利益を上げてるんですか。なんで政治はそんな大企業のためにばっかりお金を使うんですか。町工場で部品を作ってる人たち、コンビニやスーパーでレジ打ちをしている人たち、建物や道路を作ってる人たち、公共施設や駅の掃除をしている人たち、保育所や介護施設で働いている人たち、こういう人たちが経済を、僕らの暮らしを支えているんでしょう。そういう労働者の賃金がどんどん減って、どんどん労働環境が悪化して、保育所も介護施設も足りなくて、家賃も高くて、普通の生活がどんどん壊されているのに、なのになんで大企業の懐ばかりどんどん膨らんでいくんですか。なんで政治は庶民の生活を壊しておいて、大企業の懐を温めるような、そんな政治ばかりするんですか。おかしいでしょう。もう飽き飽きなんですよ、こんな政治は。東京都の予算約7兆円です。一国の予算に匹敵します。しかも黒字なんです。余ってる財源はたくさんあるんです。無駄な道路建設などの公共事業もたくさんやってるんです。そういう部分を庶民のために使いましょう。住宅や保育所や介護施設に庶民に使っていきましょう。庶民の手に政治を取り戻しましょうよ。鳥越さんは野党共闘の候補として出てます。僕、野党共闘って庶民の器だと思うんですよね。庶民が中身を決めていく、そんな器です。僕らが政策の中身を決めて実現していく、そういう個性を実現しましょうよ。庶民の手に個性を取り戻しましょう。僕はそんな期待を込めて鳥越さんを応援します。皆さん、7月31日鳥越さんに投票してください。皆さんの手で鳥越さんを東京都知事にしようじゃないですか。鳥越さんを私たちの手で、本当に私たちの代表と思える東京都知事にしましょう。ここにいる皆さんが、あなたにしか紡げない言葉で、あるいはあなたにしかできない行動で、支援の輪をどんどん広げていってください。僕はもうこういう身の上話は人前でしたくないので、応援演説にはもう立たないかもしれません。でも鳥越さんには期待しています。だからここにいる人たちもみんなそう思ってきてるんです。だから鳥越さん、責任ある政治をどうかやってください。これです。東京都は平和と健康を守る都市宣言を宣言いたします。平和、この場は戦後70年一度も戦争してない、この国はちゃんと守ろうよ。そして憲法9条をはじめとする日本の憲法は日本の国の財産です、宝です。これもちゃんと守りましょう。そして広島長崎のあの惨劇、原子爆弾は絶対いりません。それだけではありません。福島第一の原子力発電所、あの事故を見ても分かったでしょう。核というものがいかに恐ろしいものか、人間の手に負えないものであるか、今でも解決していません。これは何としてでも日本から原発はなくしましょう。なぜ原発ゼロに近い世界を私は次にも早く成し遂げたい。この先頭に東京都は立つつもりでいます。そのために非核の宣言を私はこうやって新たに世界中に向かって
最後に